障害者にとって本当にいい時代を迎えているなと思っておりますが、まだまだ偏見を持っている方も見えますし、もっとみんないろんなことを知ってもらって、一緒に生活できる明るい鈴鹿になっていければなと思っております。私ども社会福祉法人ホーユーでは、3つの事業を主に行っております。1つ目はアクティブ鈴鹿という事業所で、この電動車椅子の部品を障害者の人たちみんなで作っております。若菜の森という農場で500坪の水耕栽培の施設で葉物野菜、それから6単ぐらいの畑で露地野菜も作っております。その若菜の森で採れた野菜をふんだんに使ってお弁当とかパンなんかを作って直接販売なんかもさせてもらっています。私が1995年に屋根からの転落事故で首の骨が折れて障害者になって、その時に1年8ヶ月入院しまして、その時に病院を出ても元の職場に戻れないとか新しい仕事に就けないといういろんな話を聞かせてもらって、その時から私小さな会社ですけど製造業の社長をしておりましたので、自分とこの仕事の中で障害者が働く仕事がたくさんあるということに気づいて障害者雇用の推進に取り組んだわけなんです。小さい時から違う仕事がしたかったとか、女の子だったらパティシエになりたかったよとか、そういういろんな職業に対する希望があるけども、まあなかなかそういうところで雇ってもらえないので仕方なく働いているというような声を聞く中で、それだったら一次産業、二次産業、三次産業、三つの仕事をとりあえず職場を作ればどこか好きな仕事についてもらえるかなと思って、その後農業に展開して、その農業でできた野菜でこのお弁当事業に入っていったわけなんです。農福ジャスという企画を取っております。農福ジャスというのは農水省の農業企画なんですけども、その中で農産物の生産に関して障害者が関わったという証明をいただいて認証してもらって、その農福ジャスというマークを使用する許可を得ています。三重県では私どもの若菜の森が第1号で、このような企画をもっと認知されて、それが商品の価値につながるようなそんな状況になっていけばなと思っております。私の復帰に対していろんな方が応援してくれて、それに対するお礼というのはその人たちにするんじゃなくて世間に世の中にしたいなと思ってこの事業に取り組んだんですけれども、企画したりとか運営に関していろんなことはまだまだできますし、そしてそれをサポートしてくれる人たちがたくさんおりますので、その人と連携して事業を広げていきたいなと思って今までやってきました。